来た。うわ。シャンパギー、生さや、のぶ。サラマッパギー、生さや、しゅん。今日はですね、とんでもないものを買ってきました。ドリアンです。ドリアン。ドリアンがこの前ね、出かけた時に売ってて食うしかないと思って買っちゃったわけなんだけど、臭い。早く食べないとどんどん部屋が臭くなっちゃうから、早く消化しよう。オッケー。で、ちょ、食べ方がね、わかんないんだよね。わかる？わかんない。とりあえず、割れてきたところを剥くみたいな。うん、それだけ。で、わかる。割れてきててちょっとだけ。こっから手で剥くの。いった。痛いんだけど、ほらもうめっちゃ痛い。怪我してる。超痛い。これをちょっと、いろんな方法で剥いて食べます。やっ、はい、じゃあ早速もうこれ剥いていきます。え、もう行っていい？いいよ。やっちゃえ、ノブ。いくよ。うん。いくよ。やっちゃえ。いくよ。やっちゃえ。いくよ。やっちゃえ。いけるか。いけるのか、ノブは。待って。あ、え、いける。いけそう。いける。いける。あ、あ、来た。え、来た。うわ、え、すごい。え、ぐっしゃー。あ、こっちじゃねえわ。でも多分綺麗に剥けたんじゃない、これ。うん、開いたらサクッっていけたね。でもさ、ここが身っぽいよね。確かに柔らかい。柔らかい。でも行ってみよう。うん、食べたくなくなってきた。でもドリアンって果物の王様って言われてて、そのぐらいね、すごい果物なんだけど、初めて食べるから。ドリアンのなんかネバネバしてる感じ、すごくない？これ恐竜みたい。アンキロサウルスみたいな感じ。アンキロサウルスわかる？なんでそんな恐竜知ってんだよって感じだけど、すげえな。スプーン持ってきました。なんかね、ちょっと時間空いたんだけど慣れてきた。俺の部屋普通に臭くない？今なんか、うん、めちゃめちゃ臭い。あ、なんか柔らかいね。どのくらい柔らかい？ドリアンくらい柔らかいんじゃない？これは。もうじゃあ食べるわ。グッていっていいの？いいよ、いっちゃえよ。え、何違う？え、思ってたのと全然違う。え、また臭くなってきた。さっきみたいな感じね。え、なんかさ、餃子の匂いがするんだけど。うん、それはちょっとよくわかんないけど。え、本当に餃子の匂いする。あー、全然わかんないわ。嘘。うん、食べるよ。うん。え、マジで食べないとダメ。やりきれ。やばくないこれ。しびれる。やばいよ。やばい。匂いがなんかどんどんすごいことになってる。うわ、歯並びが綺麗。食べ切ったけど、え、なんかね、すごい。クリーミー。めっちゃクリーミー。で、クリーミーなんだけど、難しいな。なんか、フルーツって感じしない。本当に、プリンとか、めっちゃ柔らかいミルク製品みたいな、美味しいかもしんない。マジ。なんか、匂い嗅いでるだけで、ちょっとお腹痛くなってきたんだけど。それ早いわ。マジ？もう一口っていい？いいよ。マジで。え、調子乗ってるくせに、量少なくない？はい。はい。静かにして。食べるから。いや、匂いがすごい、マジで。え、匂いはね、やばいね。やばいね。やばいよ。これ食える？うん。え、いけるかも。美味しいかも。あのね、最初は口の中に入ってきた時の異物感がすごいのね。湿布食べてるみたいな感じ。わかんねえ。わかんねえな。わかんねえな。でも、あの、本当に、あ、湿布だって感じするよ。食感がね。で、味は餃子みたいな感じ。俺の味覚バグってる。で、味は普通にクリーミーでうまいかも。ということで、今日はドリアを食べていきます。食べてください。あ
じゃあまた次回の動画で会いましょう。今俺がここまで食ったから、次は周平に残りこれとこれをこれをこれを全部食べてもらおうと思ってるんだけど帰りたい。ほら種、ほら見て、すごいよ。もう見ない見て、ほらすごい。何これ、ほら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 種。はい、じゃあ食べてもらおう。めっちゃ嫌そうな顔してる。最初は確かに美味しくないけど、食べてるうちにね、意外と美味しくなってくる。ほらマジ。なんでさ、ネチョネチョしてるの今まで育ててくれてありがとう、お母さん。いく？ほんとに食べないとダメ。ダメだよやってやるよ。あ、絶対やってる、絶対やってる、絶対やってる。周平がトイレに行きました食えなかったかな。いや俺美味しいと思ったよ普通に。いや分かる、一口目は確かにそうだけどさ、ちょっと迎えに行ってくるわI'm back。 今日はさすがにこれ全部食い切るのやばいから、量的にね、味は問題ないよね。ね、ね、今日は半分食う。半分も多いかな。てか普通ドリアンでどうやって食ってんのみんな。こんまま食ってんの本当に。合ってる？じゃあね、せっかくなんで、こっからはじゃんけんで勝った方が一口ずつ食べていきます。オッケー？食べ物には感謝しないといけないから。はい。最初はグッ。じゃんけん。ほんとごめん。俺。でもね、俺次はいける気がする。I can do it。水飲んでちょっと回復した。てかどこがさ、過食部位なのか分かんねえな。ドリアンってもうマレーシアに行ったら街にいっぱいあるのかな。なんだろうね。あ、でも俺匂いだんだん慣れてきたかも。ちょっと一旦休憩したら、ちょ、ほら顔色超良くなってない、さっきより。うん、でもほら待って、俺も今なんかめっちゃイケメンになってない？なんか匂いが慣れてきたらだいぶ楽になってきたもん。ちょっと待って、もう一回俺チャレンジしてみるわ。いいよ、いけんじゃない。さあ皆さん見てください、このドリアン。あ、ちょっとならいけるかも。さっき量が多かったのかもしれない。ちょっともう一回いってみよう。うん、もう大丈夫だ。本当？うん。さっき匂いで先入観みたいなのもあった。うん、なんか体熱くない？あ、確かに分かるかも。もうちょっと食べてみよう。さっきより顔色が良くなった。うん、最初だけ頑張れば、なんなら後味はちょっとうまいかもしれない。ちょっと食べれるようになってきた。俺すごくない？すごい。え、大丈夫よ。マジ慣れてきた。匂いが癖になってきた。こんな短期間で人間成長するしないね。俺すごくない？え、うまい？うん、マジ。え、でもうまいよね普通に。グッド。はい、じゃあもうあと少しだからね、これからちょっとずつ食べていきます。待って、まあ、急激に一口目まずかったわ今になって。うん、まずい。なんかここら辺匂い強くなってない？あ、まずいわ、やばい。なんか一回の量が多いとあれかも。じゃあ帰り、俺行きます。ほら、俺食えるようになった。水飲めば、水、うん、俺さっきね、休憩してそんなに最初ほどきつい感じしなくなった。ほんと？うん、逆にダメになってきたもんね。逆にダメになってきたもんね。俺ら逆じゃね、ほら超しつこくない？この味。なんかそれがもくない？マジ？みんな好きなの？きついわ、もうマジできついわ俺。いいよ、ここまでは俺食うわ。見て、もうあとこんだけしかないよ。最初こんな大きかったのが。結構俺食えるようになったわ。じゃあいよいよ最後になってきました。イエーイ。じゃあいよいよ最後、チューチューズ。はい、じゃあ残りは友達にあげたり、あとは自分たちで食べます。イエー。はい、多分ラップだよね、ラップ。知らない。これを綺麗なスプーンで
あ、なるほどね。ほらほらほら。こんな感じで撮れるから。ん待って。ちょっと待って。これさ、すごいこと言っていい？もう一個あるわ。あ、どういうこと？嘘でしょ？え、待って。一番でかいじゃん。は？食えんて。すごいね。ドリアン。でかすぎん。やばい。さすがに食えないわ。みんなにあげよ、俺は。俺らだけじゃ食いきれない。これ日本円で4000円ぐらいしたんだけどね。マレーシアだったら何リンギットぐらいなのかな。ちょっと知ってる人いたらコメント欄で教えてください。ラップ持ってきました。イエーイ。これどうすんの？これで包んで冷凍する。うん、あ、おお、冷凍なんだ。そう。で匂いが強いから真空パックみたいので保存した方がいいらしい。なるほど。はい、全部終わりました。はい、じゃあ今日は見てくださってありがとうございました。てりまかし。てりまかし。もしこの動画がいいなーって思ったら、ライクとサブスクライブとインスタグラムもやってるんでね。インスタこれです。フォローしてください、ぜひ。お願いします。で、この動画を友達にたくさんシェアしてくれると嬉しいです。嬉しいです。また挑戦してほしい食べ物とかあったら頑張るんで。見てください。今日は見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チュンパー、ラビー。